皆さん、こんにちは。金沢流志家の柳原直樹です。今回は私のとっておきの料理を紹介します。今日使う魚はブリです。ブリというのは日本全国で獲れるお魚なんですね。これはね、脂が乗っているから、お刺身とか焼き物、何しても美味しいお魚です。今日使う調味料は酒、醤油、酢、味噌に、いずれも日本ではね、普段から使われている醸造調味料です。海外でも今手に入りやすくなりましたから、ぜひ皆さんにもね、使ってほしいですね。ブリ、おろしました。おろしてこのような切り身に今日はしてあります。じゃあまずは下味をつけます。ここで醤油を使います。これも醸造調味料ですね。少し醤油をつけて、そして全体的にこうなじませておいてください。じゃあ10分待ちます。はい、ブリ10分ほどしましたんで、ここで水気だけ取ってください。ここでね、醤油をつけることによって、ブリの臭みとかね、そういったものもこれ取れるわけです。ここから焼くんだけども、ここで一度小麦粉を全体に与えてください。あんまりね、ベタッとつけてしまうとタレがつきすぎてしまうので、ね、全体的に薄くこんな感じ。ではブリを焼きましょう。フライパンに少し油を入れてください。今の小麦粉をつけたブリを焼きます。ここで両面きれいに焼き目をつけていきましょう。じゃあひっくり返してみましょう。はい、はい、いい感じ。見てください、いい焼き色で、この時にだいたい両面焼くんだけども、8割ぐらい、中まで芯まで完全に火を入れない8割ぐらいのつもりで焼いてください。反対側にも焼き目がついたら、このまま一度揚げます。という感じね。続いて味噌だれを作ります。まず醤油、そして次みりん、これは甘みですね。あと照りを出してくれます。続いてお酒、これは旨味と、あとまあ濃い味の場合ちょっと薄くしてくれます。続いてこれ酢、酢はコクを出してくれます。そして最後味噌ですね。これも旨味とね、焼きが入った時にね、いいまた香りになるんです。ここにお砂糖が入ります。そしたらここでね、ちょっと、まあ、火にかける前に味噌を溶いてください。そしたらここで火をつけましょう。はい、沸いてきたらここに生姜を入れます。そしたらこの泡の感じ見てください。小さい泡がふわーっとこう上がってきますね。少しとろみがついてきたっていう証拠です。ではちょっと一度火を弱めて、もう仕上げに入っていくからね、焼いたブリを置いてください。そしたらですね、ちょっとこの最後に火を入れていくために、蓋をしてください。こうして1分ぐらい蒸し焼き状態にしておきます。はい、いいでしょう。はい、こういう感じで、ここにね、最後またこのタレを絡めていってください。ブリの味噌焼き完成しました。今日はもう一品、ホタテの月見焼きを紹介しましょう。この日本産のホタテというのは大型で身がぷっくりしてますからね、もう焼いていろんな調理法で美味しいと思いますよ。これね、半分に今日は切ります。厚さ半分、これバットに並べて下味をつけます。醤油を少しねつけて、そしてお酒も少し。このね、醤油との相性がホタテすごいいいですからね、これちょっとつけておきましょう。フライパンに少しだけ油を敷きます。そして水気を取ってください。そしたらこれ焼いていきましょう。さっとね、焼く感じでいいですよ。それでここで最後の仕上げです。卵の黄身を用意して、両面焼けたらこの黄身を塗ってください。そして1回塗ったらね、もう1回塗ってください。 2,3 回塗るとね、しっかりとこう重なってね、厚みが出てきます。日本ではこの秋が、月が綺麗と言われてるわけですね。その秋の月を模した月見焼きになります。そして少しだけ火を入れる、蓋を軽くしましょう。はい、もうほんの少しだね。おい、こういう形でホタテの月見焼き完成です。ブリの味噌焼きとホタテの月見焼きです。ブリというのは縁起物のお魚です。でホタテは今日は満月に見立てているわけですね。こういった縁起のいいものっていうのは願いが叶うと言われていましてね、
そういった料理の中に願いを込めるっていうのも日本の料理の文化の一つです。いやー、このツヤが美味しそうですね。いただきます。ブリの脂身のこの美味しさ、それがまた醤油、味噌、みりん、そういった醸造調味料の美味しさとね、絡まってね、本当に美味しいですね。とても深い味わいなんですけども、とても簡単にできますんでね、ぜひ皆さんも作ってみてください。